っちゃ眠いかも。こんばんは。なんか眠くて目痛い。コンタクトの問題かな。こんばんは。眠眩しいのかこれって。眩しいのかこれって。眩しくなってあれなのかな。こんばんは。明けおめ、みんな明けましておめでとうございます。にしようかな。こっちの方がいいわ、目に優しいわ。こんばんは。皆さんお正月いかがお過ごしでしょうか。そうね、わ、中吉です。そう、昨日今日、昨日はめっちゃゆっくりした気がする。昨日はもうずっと寝てた。ずっと寝てて、今日ですね。そう。コーラ飲んでない。コーラあんま好き。あ、中吉。あれ、今日中吉の日？そう。なんか毎年さ、この時期ってフェスがあったりとかすることが多くて、また中吉だ。フェスがあったりすることが多くて、あんまりしっかりとしたお休みですねみたいな時期ってそんなにある気がしなかったけど、今年はお休みです。あ、大吉だ。今年はお休みです。ありがたい。前髪オイルとか、あ、前髪にはね、なんて言うんだっけ、ワックスみたいなやつつけてますよ。最近、今日あ、今日なんだけど、あ、中吉、すごい連続なんだけど、何？中吉だ。そう、ワックスみたいなやつを最近つけて、中吉、中吉だろ、どうせまた中吉だ、ほら、なんか束感出すのに最近やっとハマり始めて、束感出すようになりました。また中吉。そう、大吉だー、大吉だぞー。そう、そうなんですよ。初詣行きました。行った、初詣。なんか最近三が日以内に行った記憶があんまないんだけど、わかんない、毎年の記憶あんまないからかもしれないけど、なんかいつも三が日で行くとすっごい混んでるから、三が日に行きたくなくて、ちょっとずらして毎年行ってたんだけど、今年はお兄ちゃんが翻訳っていうのもあって、三が日に行こうっていう話になって行ってきました。すっごい混んでた。もうめっちゃすっごい混んでたけど、人いっぱいいましたね。そう、でおみくじも引いた。おみくじは大吉。おい、何これ、
すっごいじゃん。なんて言うんだっけこのやつ、小判みたいな、小敷じゃなくてさ、なんて言うんだっけこの、あの板で弾く、なんて言うんだっけその板で弾くやつで、なんて言うんだっけ、ハゴ板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 だ、ハゴ板、ハゴ板、ハゴ板です、ハゴ板、ハゴ板久しぶりに見たけど、何今のみんなやめてくれ、ハゴ板ね、ハゴ板だよ、すごいね、ハゴ板です。何今のハゴ板の正体は何、ね、今のハゴ板の正体何間違えた、今のハゴ板の正体何、何だったかの、何だったの今の。2倍タワーだよ、タワーなくない、え、どれ、どこにあるの、え、どこにあるの、ないよ、くまりんさん、私のになんか出てこないんだけど、どういうこと、なにこれ、な、くまりんさん、タワー、タワー、羽子板タワー、ありがた口です、タワーありがとう、なんか何も見えないや、正月って書いてあるクマ、壇上2匹のクマが、だっていないの、私の画面にそれが見えないの、いない、全然いない、さっきのあれは見えたけどいないです、なんでだろう、ありがとうございます、教えてくれて、くまりんさんありがとう、スマホ回転したら見える、見えない、眩しい画面が見えないです、もなかちゃんの左下ぐらい、ここの辺にいるのかな、ありがとう、よしよし、よしよし、ありがとう、ネイル剥がれちゃった、もう2本ずつ剥がれちゃったからこれしか見せれないこっちもこれしか見せれない、剥がれすぎてもう無理、そう生誕祭決まりました、7日の夜17時半から生誕祭決まりましたよ、当落がもう出たって、みんな当たった、くるるんとあやみを見に行きますね、だって、じゃあ今すぐキャンセルしてください、ありがとうあ、みんな当たってるんだね、あ、よかった、当たり当たり、あた、おい、当たった、当たっている人がいっぱいいますね、よかった、よかったね、おお、当たってるね、みんな何よりですわ、それなら、
そう。なぜみんな当たってるの？まあね、限られたキャパシティだから、あなただけがキャパシティだから、まだあるしね、枠、そう、まだいっぱいあるから。公演仲良しさんばかりですね。そうなんですよ。公演はお声掛けしましたというか、決めたというか、なるべく同期には出てほしいなと思ってたので、同期って照れる子をはめさせてもらって、出てほしい人はいっぱいいたんだけど、そう、その中でもスケジュール的に出れそうなとか出てくれる方に出てもらうことになりました。そう、まさかの成人式の前日ということですので、頑張ります頑張りますよーってねー。そう、そう、次の日はマジで朝早いんだけど頑張ります。小田口の絡みいつも面白いですって、嬉しい。代理さんもそう、代理さんにお願いして、どうですかね、どうですって聞いたら、いいよって言ってくれたから、代理さんも出てくれることになりました。そう、もうすぐ成人の集いですよ。そう、うんうん、そう、8早いから7公演出ないと思ってた。私もそう思ってたんだけど、もうそれ以外の土日が無理で、スケジュール的に。そう、でももう今月中に生誕祭どうしてもしたくて、でも土日が良くて、絶対やるなら絶対土日が良くてってなったら、もう7日しかなかったの。だからもう、じゃあもう7日です、それはと思って7日にしちゃった。そう、そうなの。次の週とかオンラインお話し会があったりとか、いろいろとね、そう、卒業コンサートがあったりとか、そう、いっぱいあるんですよ。だからもうしょうがないと思って7日にしちゃったんです。そう、なるべくみんなが来れるように、なんかそのね、もうどうしてもこの日じゃないと無理なんですって言ってくれる人もいっぱいいて、それももちろん視野にして生きてはいたんだけれども、もうその日自体も無理なことが多くて、公演をすることが、そう、そしたらもうできる時にやろうっていうことで、できる時にやることになりました。そう、そうなんです、1月予定詰まってる。まあやっぱ卒業公演とかもさ、大体土日にやることが多いじゃないっていうのも相まって、ちょっと難しくて、やっぱりそ
そうなんですよ。で2月に入ると2月もまた卒業公演があったりとかいろいろとしちゃったりさ、2月3月はやっぱコンサートとかもあったりするから、そう、そういうことになりましたっていうかゆー、そうなんです。まあせっかくねできるということなので頑張らせていただきたいと思いますけども、もう一回公演が良かった。もうだってさ、次の日成人式じゃん。こう一回公演だったらすごい嬉しかったなって思いながらも頑張ります。二回公演頑張らなくちゃいけない。そう、土日で一回はさ、なんかメンバーが入れ替わるとかじゃない限りないじゃない、仕方がないことなんですけど、そう、次の日の朝が本当に早いのね。もう分かってるんだけど、大体何時ぐらいか分かってるんだけど、本当に朝が早いわけよ。その2回公演の夜、自分の生誕祭っていうのが、まあアドレナリンを全力で全開で解放するわけじゃん。ちょっと頑張らなきゃならないよねっていう話なんですけど、そう、なんか成人式の20歳の集いに参加するよって言ってくれてた方々とかがね、なんか何時集合なんだみたいなの教えてくれたんだけど、もうなんかそれ、まずそれを聞いた時、私自分の時間を知らなかったの。何時からどういう風なスケジュールになるのかって何も知らない状態で、その聞いたの、どういう集合時間でみたいなの、その20歳の集い来てくれる人からね。したら、早くないみたいな、そんなに朝早いのみたいな、早くないって言って、いやそうだよ、だからモナカちゃんはもっと早いんだよって言って、確かにあれと思って、でそうマネージャーさんに確認したら、なんかめっちゃ朝早くて、あれ早くないみたいな、びっくりしちゃって、朝早くてあれと思って、そうなんですよ、すっごい朝早くて、なんかびっくりなんだよね。そう、全然朝早くて、そうなんです、もうあれになりそう、そうなんす本当にびっくりしちゃってて、私もう朝じゃないよねみたいな、もう、まあ、ほぼ深夜かなみたいな、そう感じだから、ちょっと頑張らなきゃならないんですよね。そう、なんかそんなに早いと思ってなくて、そう早いと思ってなくて前日に生誕されたの。なんかね、ほら昔 AKB が各グループ全員の20歳の人たちが集ってやってたじゃない、神田明神で。その時とかは確か2時とかさ、1時からやってましたとか2時からやってましたとか聞いてたから、まあ人数多かったしみたいな、まあそれぐらいになるよねみたいな、まあとか思ってたんだけど、今年6人だしみたいな、6人だしさあみたいな、まあ大丈夫でしょうってそう思ってたんだけど、なんかめっちゃ早くて、あれみたいな、あれ早くねみたいな、そうなの。だからもう寝ずに行くかもしれないよね、本当に頑張らなくちゃならないでございますけど、そう、今年6人ですよ、エリーちゃんと私とミナミとミズミンとユキちゃんとコヒナちゃん、6人です。
京香ちゃんとか寝なかったって言ってた。困っちゃうな、もっといたのにね。そう、もっといたけどね、いなくなっちゃった。そう、オタク始めしてきました。振り袖楽しみ。うん、コーヒーとかメガシャキとか飲んで頑張れね。頑張んなきゃな、マジで。寝ないように気をつけなきゃ。今日から大丸でオタク始めの人もいたので、ああ、そうだ、今日から大丸東京店さんで AKB 大丸初売りみたいな、なんかね、のがスタートしましたけど、なんか X 見てたらすごかったみたいで、見ましたよ。なんかすごかったですね。すんごい売り切れが早かったんですってね。なんか X 見たら、なんか生写真全員にバツついてて、びっくりしちゃったよ私。あ、全員にバツつくことってあるんだと思って。なかなか見ない光景じゃない、だからすっごいねと思って。8時から並んでも買えなかったって、すっごいじゃん。みんな何時から、何、始発ですか。始発なんですか皆さん。すっごいね、初売りって感じだね。そう、なんかあれもすごい人気みたいで、あの衣装の生地を使ったバッグとかもろもろ、あれめっちゃ可愛かったからね。あれ私触ってないんだけど可愛かった。そう、明日からいつまでやってるんだすか。やってるんですかね。9日まで。おお、毎回毎回やるんだってね、あれが。毎日その日の分の在庫っていう風になってるらしいから、まあ後半になれば残ってるんじゃないかな。と思ってるけど、生写真は多分バッグとかはさ、もう戦いだと思うから分かんないけど、明日は購入できる数が今日の半分になったらしいよ。あ、1人が買える数かってことね。そう、なんかみんなから聞いた情報だと、あれだってね。そう、バッグとかはなんかあれにか、多分もういつまで経ってもあれなんだと思うんだけど、大吉だ、そうだと思うけど、生写真は多分あと、だって6日でしょ今日合わせて、あと5日、あと6日あるわけでしょ。大丈夫、あと6日分も生写真の在庫あったら十分足りますので、大丈夫だと思いますので、ぜひぜひ月中してください。月中月中君だけに。そう、前回はね本当に在庫なくなっちゃって買えなかった人も多かったからさ、前回は。今回はそんなことないと思ってるよ。そう、髪巻くのは慣れた。あんまり髪巻くことなくて、そう、巻いてもらうこととかヘアメイクさんにやってもらうことの方が多かったから、今日久しぶりに巻いたんだけど、なんか巻き取れてるね。エクステって取れやすいんだって、巻きが。だからちょっとあんまり残ってないなって。まるかちゃんのは結構早く売り切れてました。本当に？わかんない、どういう感じなのかちょっとわかんないから何とも言えないけど、
あ、今日まで東京来ててっていう人もいただろうから、確かに今日300人は並んでた、すっごいね。そう、整理券だとファンじゃないやつも売り目的で群がってくるからやめてほしい。どうなんだろう、整理券なかったらなかったで大変なんじゃないかな。整理券があるだけ私は素敵なのかなと思うけど。そう、 TikTok で見たいでしょ。そうなの、そうなんですよ。生写真も明日から整理券システムらしいです。お、どういうこと、誰の買いますみたいなことになるってこと。なんか嫌やんなそんな感じなんだ。へえ。あ、爪割れた、爪割れた、最悪、最悪だな。おい、爪割れちゃったじゃないか。そう、今日は人が多すぎて整理券の配布15分早まった。ええー、そんなことあるんだ、すごいね。あ、そう、あやなんさんの YouTube 出させてもらってます。そう、みんな見てね、あやなんさんの YouTube。 メルカリとかヤフオク見たら出てて、やっぱりそういう人たちいるんだなって思った。まあさ、結局なんだ、どんな方法を使ってもする人はするから、なんかその売り方の問題じゃないと思うんだ。それをする人の心の問題だと思うのそう、それをする人の心の問題だから、だからそれはもうダメですね、ダメだと思います。あとはみんなはどうすることもできないかもしれないけど、あの、買っちゃダメですよ、そういうのは。どんなに欲しくても買っちゃダメ、絶対買っちゃダメです。そういうのを買わないことがあの人たちにとって一番のいいことなのでそう、だから買っちゃダメです、買わないでください。そう。そう。買う人がいるっていうのもね、まあ、難しいんだけど、買っちゃダメです。そう。だから、なんか難しいよね。難しいよねとか言って、でもね、分かんない。もうなんかそういうのってさ、もうそういう世界だからさ、何言っても何ともならないというかさ、その物の価値ってその人が決めるわけだから、何とも言えないけど、何とも言えないんだけど、でもなんかさ、ランダムグッズとかさ、AKB の運営さん出してくれるけどさ、58種ランダムみたいな出してくれるけどさ、出すならその分在庫作っていっぱいって思うんですよ。そう、なんか私のやつが欲しくて、すっごい高い値段で買っちゃいましたって言ってくれた子がいたんだけど、なんかさ、それってどうなのと思っちゃって、本当にそれってそんなやり方よくないじゃんねと思って。そう、そうなんですよ。だからそのさ、ランダムの数をさ50何種類にするんだったらさ、その分作りないっぱいと思って、本当にそうしないとさ、そう、トレードも何もさ、一個も買えなかった人はトレードもできないわけじゃんか。そしたらさ、その値段で買わせてくれればいいけどさ、まあそんな人ってあんまりいないじゃんその元値で買えばいいですよ、買わせてあげますなんて人ってさ、あんまりいないじゃない。だいたいさ、ちょっと高く
するじゃん。そう。そう、でも聞いたらさ、すっごい高かったの、その元の値段に比べて。マジで高くて悔しくて、なんでそんな値段か払っちゃったのって言っちゃったぐらいに、なんか納得できなくて、そんな値段設定にして、なんか買ったものを売ってる人がいるのが。そう、私がそこの人のところに行って、もう返してください、私の顔写真って言いたくなるぐらい、本当に、そう、本当に言いたくなるぐらいの値段だったの。そう、まあ欲しい人がいるっていうのがね、嬉しいことだしありがたいことなんだけど、私のさ壁写真の顔写真をそんな高い値段で売らないでくださいって、公式が800円で出してるんだから800円で売ってくださいって言いに行きたくなっちゃったよ、本当に本当に本当に言いに行きたくなった。そう、商売道具にしないでください、本当に言いたくなっちゃう時もありますけどね。まあなかなか手に入らないってなっちゃったらね、みんなも買いたくなっちゃうからさ、難しいよねって思いながらも。武道館の入場サインもだった、よくないよね。ありがたく受け取りなさいよって、私たちが手首痛めながらこうやってありがとうってこうやって書いた武道館のサインを売るんじゃないよ本当に、と思いながら。そう、私とかもなんかグッズとかさ、例えば買うってなっても、何が来てもそれがダブった時じゃない限りは絶対にそれを手放さないようにして生きてるというか、それがモットーだと思ってるんですよ。そう、誰が来てもありがたく受け取り、それが2枚重なった場合のみトレードに提出できるっていう思考回路で生きてるから、ダメなんですよ本当にそういうのは。そうそう、書き初めも譲るなって言ってたね。そうそう、あの日はやっぱりその16期もまず4人しかいなかったし、研究生の班の方がたくさんいらっしゃったから、そう、それを感じてたから、なんか私のサインとか16期のサインもらってもなんかいらないからとか言って、なんか売られたらどうしようと思って、そんなの悲しくて仕方がないと思ったから言っちゃった。そう、とりあえず出されて悲しくないメンバーなんていないからね。求められて嬉しい人はいるけれども、そう、一応均等に当たってるんじゃん。まあ均等といっても16期がまず4人しかいないからね。そう、均等になってたとしても研究生のファンの方ばかりになるので。そう、そうなんですよ。メルカリとかヤフオク見ちゃう？最近メルカリであれ見てた、成人式の髪飾り見てたけど、結局メルカリで買わなかったな、買わなかったけど。そう、そう、でも私でもトレードなんて言うんだっけ、ランダム好きなんですよ。なんでかって、まあ良心的なランダムだったら好きなんです。なんでかっていうと、ランダムで引いた時に推し面引いた時の喜びとか、自分が欲しかったタイプを当てられた時の喜びってめっちゃ大きいじゃないですか。そう、だからなんかほら、前まではさ各チーム別とかだったからさ、まあ言うて17種ランダムとかだから、まあ多いんだけどみたいな、まあそれで何回かやって推し引いたらうわーみたいなのの喜びを味わうためのランダムだと思ってるから、私は。そう、だからランダムは好きなんだけど、ただ AKB ちょっとやり方悪いというか、58分の1やでみたいな、むずないみたいな、58分の1ってみたいな。
そう。でもだからファンクラブのグッズも、まあ、結局コンプリートセット作っちゃったから意味ないんだけど意味ないんだけど、その一応自分がこれ欲しいなみたいなあるじゃん。このやつ欲しいな、この絵柄の欲しいなみたいなのを引き当てて楽しいってなるように、一応なんて言うんだっけ、ランダムのやつを作ったんだけど、そう、ランダムのステッカーだったかな、ステッカーかなんかをランダムで作ったんだけど、そう。でもなんか当日物販とかできたらいいよなと思いつつ、当日物販ってなかなか難しくて、やっぱりそう、ファンクラブとかのやつも当日に物販とか出したいんですけどって言ったこともあるんだけど、まあなかなかその日までに物を準備してっていうのも難しくて、そうなんですよ。だからなかなかそれは実現しにくいなっていう感じではあるので、どうしてもネットになってしまうんですけど、そうなんですよ。そうなのです、意外と大変で。なんか昨日の夜ファンクラブの動画、ファンクラブイベントの動画を編集ちょっとしてたんだけど、あとねほぼでも大枠は編集できてて、あと声入れて字幕入れれば、でもそれがちょっと大変大変だからちょっとまだできてないんだけど、だいぶいいと思いますよ、いい動画になってる気がする。3分ぐらいの動画に収めました。そう、自分で作ってる、全部そう自分で作ってるんです。自分で作らないと思ってたんだけど自分で作ってます。あ、そう、ファンクラブ年末年始の挨拶ももう動画は上がってるので見てくれたら嬉しいなと思います。年末年始、年末大晦日公演の日に撮って、年始は元日公演の日に撮った動画を上げてるので見てくれたら嬉しいです。そう、前回は行けなかったのでまたファンクラブイベントやってほしいね。またやりたいと思います。そう、ファンクラブ今から入っても遅くない、全然遅くないよ。ファンクラブイベント、ファンクラブ入って損ってあんまないのかなと思ったり、なるべくファンクラブは唯一無二のコンテンツになるように心がけてはいるので、ではいるので、あとやっぱファンクラブイベントがファンクラブ入ってる人しか投げられないの、ファンクラブイベントって。そう、だからファンクラブ入ってる人にしかがしか応募できないイベントだから、そう、だから、はい、いつ入っても遅くないと思います、それに関しては。そう、もうちょっとでもコンテンツ潤わしたいなとは思ってるんだけど、あんまりうまくそれもいかなくて、ただもうちょっとちゃんと更新頻度上げれるように頑張らなくちゃいけないなとは思ってますけど、そう、ファンクラブ限定で音源だけでもいいので歌が聴けたら嬉しいなって気持ちで、まあ動画をお楽しみにもうちょっとで上がると思いますので、もうちょっとまあ今週中に上げれたらいいなと思ってるので、その動画をお楽しみにということで。ファンクラブの更新された時の通知とかって設定あるのねえ、ないんだろうね多分。うーん、なんかねそれをやってもらっ
ってたんだけど、結局なんかほぼ全部自分で管理しなきゃいけなくなっちゃって、でも今やり方が分かんないからマネージャーさんに手伝ってもらってるんだけど、がそのメールも私が自分で送らなきゃいけなくなっちゃって、それがでも結構難しくて、どうやって送ればいいのか分かんなくて、そうだからもうそれだったら、だってメールあるしと思って、それならメールとかウィバースとかで私がもう言う方が早いのかなと思って、そうだからつどつどウィバースではそう発信してるんだけど、そうなのよ、丸投げになってて、そうちょっと聞いてた話と違くて、物もだからね、私もねもっとねちゃんとできるやりたいんだけどね、それがちょっと今難しくて、そうなのだから、多分これからメールが届くことはねほぼほぼないかもしれないから、だからまあ定期的に開いてくれたら嬉しいななんて、そう毎日とか、まあ2日に1回3日に1回1週間に1回でも開いてくれたら嬉しいなと思いつつ、でもまあ更新した時はリバースだったりメールだったりでお知らせしようとは思っているので、その時に見てくれればいいなと思います。そうでもなんか私が今理想としてるのは、なんかさ1日1回そのホームページじゃないけど、もうなんていうの、1日1ポイントもらえますみたいなのあったらめっちゃいいなって思ってて、ただそれがめっちゃ難しくて、そういう仕組みを入れるのがやっぱり、でもなんかポイント制でさ、例えばポイントが何ポイントになったらなんかマラカちゃんのこういうグッズがもらえますとかあったらさ、あそうログインポイントみたいなのあったらめっちゃいいなって思ってるんだけど、1日1ポイントで、そうしたらみんなも毎日開いてくれるようになるでしょ、ログイン制にしたら。そう1日1ポイントまでしかたまらないけど、でもそれでポイントのそのがあって、何ポイント達成したら何がもらえてとかさ、なんかこういうイベントの時に何ポイント以上の人に何プレゼントしますとかさ、そういうのあったらみんな毎日開くでしょだからそういうの作りたいなっていうのは、まあ、ずっと言ってるんだけど、なかなか難しくて、それがそうなんです。だからちょっと要相談というか、いつかできたらいいなと思ってるんだけど、新規がちょっと不利だな。まあそれはだってね、そりゃ長く入ってる人にもちょっとは有利になる条件もあった方が嬉しいじゃないですかね。そう、まあそれはしかも長く入ってても毎日開かない人はたまらないし、毎日開いてくれる人にはたまるしっていう制度になるので、そういうのが一番ちょっとあったらいいのかなって思うんだけど、ちょっとなかなかそれが難しくて、いつかできたらと思ってますけど、難しいんです意外と。そうリアル会員証って届いてないの、もしかしてまだ。ああそうなんですか、会員証届いてないの、ちょっと確認してみるね、いつ届くのか。遅いね届くのあれだって9月に始めたからさ、11、12、1、もう4ヶ月ぐらい経ってるんだけど、あれなるほど、ちょっと聞いてみます。それはでも会員証はね顔ついてないですなんか私のこだわりで、顔ついてた方が嬉しい人も多分いたと思うんだけど、
あの顔ついてない方がクレジットカードみたいでかっこいいなと思って、あの顔つけなかったです。がなんかめっちゃおしゃれな田口マラカって書いてあるカードが届きます。そう、クレジットカード、そうクレジットカードみたいな方がかっこいいじゃん。みんなもなんか間違えて出さないでね、それは。そう、そのデザインも全部自分で決めれるってなってたから。そうなの、顔だとさ一番最初に作った顔から更新できないじゃんか。だからなんかね、何年かとか経った後にこれマジちょっと本当このビジュアル嫌なんだけどとか言ってもどうすることもできないじゃん。それだったらクレジットカードみたいなデザインにした方がさ、なんか財布からこれ会員証とか言って取り出せるやん、これ会員証めっちゃかっこいいやん。からそれがいいなと思ってそれにしちゃいました。そうそうなんですよ。だからブラック、何色だったかな、ワンちゃんブラックだった気がする。ちょっと聞いてみるね、それどうなってるのか、それに関しては。そうなんですよ。あとは何かあったかな、全然ないかも。財布落とした時恥ずかしいな、わかんない、財布落とした時これなんだろうみたいな、 あの新種のクレジットカードかなみたいな、この人の財布はマナカなのかみたいな、だって田口マナカって書いてあるからこれマナカなのかみたいな。でも免許証とか見たら全然違うの、えこれ誰誰の何みたいな、このカードって誰の何みたいななるじゃないですか。すごいいいじゃんかね。そう、ボムね、ボムもう告知していいかな。いつ告知したらいいかちょっと全然わかんないんだけどさ、ボムボム、そうもうちょっとなんです、ボムも。だからボムも告知するねっていうのがもう告知みたいになっちゃってんだけどさ、告知するね。ボムから、ボムの公式から新年の挨拶動画出てた、嘘、本当に、それはもうさすごくないか、なんだそれは、すごくないか、新年の挨拶出てんの。そう、月額で入ってみた、いや嬉しい、ありがとうございます。 YouTube も出てる、あれそうなんですか。あ、そうなんかさ、あの白の水着も来たんだけど、何個か結構来たんだけど、あの白の水着でこうめっちゃ可愛かったの、白の水着の、しかももうあのあれが出てる、なんか白の水着の写真とかってなんかめっちゃ可愛いあのコーディネートだったの。なのになんかこれちょっといいですかみたいな言われて、なんか鏡餅と猫の被り物渡されて、そう、あポストカード出てる、じゃあポストカードって何。ポストカードって白の帽子かぶってるやつだったですか、それだった、そうあれがめっちゃ可愛かったの、白の帽子かぶってる、白の水着で帽子かぶってるやつがめっちゃ可愛かったの、めっちゃ可愛かったのに、なんかその撮影終わってありがとうございましたって言ったら、ああれ撮らないとですよねみたいな、あー確かに確かにみたいな、ちょっと待ってくださいって、あはいって止まってたら、なんか鏡餅と猫持ってきて、あこれこの帽子外してもらってみたいな、これどっちかかぶってもらっていいですかみたいな、みたいな、あ一旦なんかこうノリじゃないけどでかぶるのかなみたいな、あわかりましたってこうかぶったら、あじゃあこれで撮影しますみたいな、え撮影すんのみたいな、これで撮影すんのみたいな、えみたいな、くるみと、え大丈夫これで撮影してみたいな、えみたいなっ
くなってたんだけど、それももう世に出てるってことじゃ、そうだいぶ戸惑ったんだけど、えこれなんか記念写真とかじゃなくてこれでみたいな、あみたいなってなってたんだけど、それも出てるんだね。そう、どの層向けなんだろうって、マジでそうなのよ。私たちめっちゃ、これ誰が喜ぶんですか、これこの白い水着にこの持ちのをかぶってるのって誰が喜ぶんですかって本当に話してたんだけど、そうそうなんですよ。タイムライン結構喜んでた、あなら良かったです本当に、なら良かったですよ本当に。そうなんです、そう。あと何が出てたっけね、世にロック画面にしてますって、さすがにやばいよそれ、見られたらマジで引かれるから気をつけな本当に。あと何が出てたっけね、モナクロのやつって、何撮ったっけ、あー何色が出てましたように、何色が何色の何みたいなのあったよね、なんだっけそれ、三色チャレンジみたいな、何色の何、なんかグレーのパンツですみたいな、よかったよね。水色って何、水色の水着なんて着たっけ、あー表紙のねあれだ、ツイードっぽい生地のやつだ、はい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 、あれね、あれかわいいよね、あれかわいい。新年の挨拶のやつは2人ともピンク系だった、あれかこのやつだ、あれの何のカットが使われてるかちょっと分かんないけど、あれいいですよあれいいですよとか言って、黒のレース、水色白ピンク今回18ページもあるんですね、あれそうなんだ、私16ページだと思ってた、やっべー間違えた、超ビッグポスター付きですって、わーすごいね。そうでも服着てない気がする、今回に関しては。前回は服着たんだけど、今回服着た記憶ないかも、ずっと水着着てた気がするから、あれとかマジで謎だなこれみたいな思いながら撮ったシーンもあったんですよ。だからどんな感じになってんのかちょっと分かんないけど、ぜひぜひぜひ、もうちょっとだからね、みんな楽しみにしていただけたらなと思いつつ、新年最初の GO でマナクルなの嬉しい、そう本当に嬉しい、だからみんないっぱいゲットしてね、そうここ1年ぐらいずっと水着よなそれはそれで違くないか、そんなことはないでしょ、ここ1年ずっと水着ってどういうこと、普通にそれはないけど、ここ1年ずっと水着って何マジでどういうこと、ここ1年ずっと水着ってなんだよ、そんなことないだろまあでもここ1年ずっと水着って何マジで、ちょっともう意味わかんなくて無理、そこから進めない私マジで、何ここ1年ずっと水着ってまあでも割とね、去年1年とか水着いっぱい着させてもらったからね、確かに。ロングマナカちゃんも雑誌で見たいけど予定ないですね、残念ながら、残念ながらないですけど、そうなんですよ、マナカちゃんグラビアだよってしか追ってない人、そう
でも水着の撮影の時でも服着てた時あったけどね、ちなみにあったでしょ、うん、あったじゃんか。あれあれなんだっけ、あのめっちゃ服着てたやつ、あれ何の媒体さんだったっけ、あのなんかマラカちゃんの休日みたいなのあったじゃん、あの中庭で服着てるやつ、めっちゃ服着てんのあったじゃん。マナクレでも服着てるのあったしね、ちなみにめっちゃ服着てたし、フラッシュ、あフラッシュかな、フラッシュかな、多分フラッシュの時服着てたよ。めっちゃ服着てたわ、ちゃんとあの流行りの T シャツみたいの着てたわ。そう、アワブロの時は服着てないけどマジで何服着てないって本当に勘弁してほしい。でも EX 大衆も透けてる服着てたし、そう黄色いワンピースみたいの着てた着てた着てた、そうそうそう着てました。そうグラビアに対してめっちゃ服着てたし、おかしい、マジでおかしいよね、私もそう思ってるけど。あのあれ生写真見せたいからさ、一瞬自分で自分を隠していい？これさ見て、こうやってやってるとさあんまり光目に入ってないじゃん、下に青いの引いてるからなんだけど、こうやってやるとさ見て、ズボンが白いからすっごいハイライトマジで何言ってんの私。ちょっとさ、あのすっごくないこのハイライト効果すごいが、ちょっとあの一瞬生写真撮るからここにヒントあの隠すねって言って OK、 はい、はい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 、よし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 生写真を、いやー私の証明写真はいらないの、生写真撮って、はいはいはい、いいよ、よいしょ、 OK、 OK OK OK、 はい、知らなかった、何それ、そんなのあるの、どこにあるんですかそれって、停止ボタンなんてありましたっけ、ありましたっけね、じゃあ生写真見せてあげる、大丸のこれ一つ目、これ二つ目、これが三つ目、なんかさ前回はさ全部同じ袋に入ってなかったっけ、生写真そんなことないっけ、全部同じ袋に入ってなかったっけ、6枚とも、これが4つ目、全部服着てる、当たり前だろ、服着てるに決まってるだろ、途中から脱ぎ始めたらおかしいだろ、普通に考えて、同じのに入ってたよねくるるんショールームで怒ってて面白い、何なんで怒ってんの、そうわかんない、今回私だけ、私もらってる私がただ個包装なだけかも、そしたらごめんマジで本当にごめん、これが全身ね、これは私の衣装です、そうこれ私の衣装なの、最強ツインテールっていう折り面なので、そうちょっと待って振りたい、そうだからこの衣装を着てる人は私の衣装を着てますでもズンが同じ衣装だったの、そうたまたま楽屋でズンの隣に座ってた時にこれいただいて、ズンの生写真見たらズンもこれ着てて、え
年の衣装だ。だからツイッターに一緒の衣装の写真を載っけました。計6枚。これがぜひぜひ、これってアイドルなんかじゃなかったらの、いやアイドルなんかじゃなかったらの衣装ではないのよ。これはアイドルなんかじゃなかったらを踊ろうとして踊れてない時の私の衣装なのよ、これはね。そう、確かにそれ合ってる。アイドルなんかじゃなかったらをが踊れてない時の私の衣装っていうのは合ってる。これいつまで買えるん？これは9日まで大丸さんで売ってますので、皆さんぜひ、めっちゃ可愛いからぜひぜひゲットしてください。私のお気に入りはこれかな。ちょっと袋から出した方がわかる。袋から出すとさ、現実度、ちょっとごめん日本語おかしい、変わってくる。自分の名前自身でさ、なんかあんまどう、ちょっとさっきよりリアルじゃない、袋から出すと。こちらになっております。現実度上がった。これしかもすごいの、こだわりとか全部に名前が入ってて、そのメンバーのね。これとかもこの下の方に田口もなんか書いてるし、ここに48って入ってんの。そう、私これとかも大きくまなか田口って書いてあるからめっちゃ可愛いです。これとかさ、背景に AKB って書いてたりするんだよ、可愛くないか。そうだからおすすめですよ。ってことで生写真紹介でした。そう、そんなもんかな、じゃあとか言って、なんか最近私ってブルベなのかもしれないって思い始めて、なんかずっとあの最初のなんていうの、肌の色ベース、なんていうんだっけ、あのそういうさ、自分の肌の色っていうのが流行り始めた時、何年か前、数年前に流行り始めたじゃんか。その時に山根すずはに、まなかちゃんは圧倒的イエベアキってそうずっと言われて、イエベアキなんだってずっと言われて育ってきたから、私はもう自分にイエベアキなんだって言い聞かせて生きてたの。私ってイエベアキなんだって、私はイエベなんだ、イエベのアキなんだって。診断行ったことない、どっちかしかない。うーんとね、イエベ、春、秋、ブルベ、夏、冬ってあるんですよ。で、例えば、まあ、イエベっていうのは肌のベースの色が黄色みが強くて、ブルベっていうのは肌のベースの色が青みが強いんだけど、あのその青みがもっと強いのがブルベ冬で、黄みがもっと強いのがブルベ秋みたいな感じなんだけど、でもそれでなんか第2ぐらいまであって、だから第1がイエベの秋で、第2がブルベの夏ですみたいなのもあるわけよ。それがちょっと分かんないくてね、ずっと分かんないけど、でも山根さんにずっとイエベの君は秋なんだって言われて育ってきてたから、私はイエベの秋だと思って生きてたんだけど、なんか最近もしかして私ブルベなのかもしれないってそう、診断は行ったことないんだけど、そう、もしかして私ってブルベなのかもしれないって思ってきて、そうで、ここ最近ブルベメイクに切り替えてみたの、メイクを。そしたらなんか顔が可愛くなり始めてそう、顔が可愛くなってきたの、ブルベメイクにしたら、イエベじゃなくて。そう、なんか私ってブルベなんだって思い始めてきて、今日とかもバリ青みピンクなんです。そう、これバリ青みピンクなの。ちょっと待って、配信の止め方わかんないから一回ちょっと、ちょっと待ってあー苦しい、
よいよい。いや、行った。そう。まるかちゃん、家部じゃないよ。写真やってるから間違いない。嘘。家部じゃない？ね。これを今塗って、これ見て。めっちゃブルメでしょ、この色。最近買ったラカのリップ、ラカのリップめっちゃおすすめなんだけど、最近買ったラカのリップなんだけど、これ見て、めっちゃブルベの色してるじゃん。でも見て、似合ってると思わない？私この色。ねえ、どう？これね、青みピンクっていうの。ピンクってさ、めっちゃ色があるわけ。ピンクってか、赤からピンクにかけてってめっちゃ色があるわけよ。だからめっちゃ赤、もうオレンジっぽい赤、オレンジっぽい赤はイエベ向けなの。だって黄色っぽいじゃん、オレンジっぽい赤って。けどピンクっぽい赤はまあまだだとしても、ピンクの中にも赤っぽいピンクと青っぽいピンクってあるじゃん、わかる？赤っぽいピンクと青っぽいピンク、赤っぽいピンクはイエベとか向きなんだけど、こういう青っぽいピンク、わかる？青みかかってるような青っぽいピンクはブルベ向きなの。でも私はこれが似合ってるんですよ、なぜか。イエベだと思ってたのに。そう、全然みんな話、やばい、おじさんがみんなついてきてない、どうしよう。おじさんがみんな話についてきてない、どうしたらいいの。これ今最大限分かりやすく説明してるつもりなのに、おじさんがついてきてない、どうしよう、どうしよう。おじさん頑張ってついてきてよ、頑張ってついてきてよ、おじさん。おじさんに求めるなとか。違うの。だからちょっとさ、もう一回言わせて。ファン減ったな。だってファンは減らないよ。だってさ、おじさんはおじさんだもんね、みんな。だからね、待って、分かった、もっと分かりやすいの見せるから、もうちょっと待ってって、みんなそんなに怒らないで、ちょっと待って、怒らないで。分かったよ、見せるからさ、許して。ごめん、私が悪かった、分かったって。よいしょ、はい、じゃあみんなにめっちゃ分かりやすく説明します。そう、比較できたらいいってことだもんね。ピンク味のある赤寄りのピンク、赤寄りのピンクはもうこういう感じ、わかる？赤っぽい。だからこれが青っぽいか黄色っぽいかっていうと、まあ黄色に近いのね、色味的に言うと、わかる？赤っぽいピンク、これは赤っぽいピンクです。皆さんよく見てください、これは赤っぽいピンクです。そしてこれが青っぽいピンクです。ほら、どう？これね、比べますね。2色。ちょっと、ほら。わかる？色味の違い。こっちがさ、明るいピンクしてる。わかんない？これ、わかる？光の加減じゃないよ。だって同じ光の元に生きてるもん、この子たち。わかる？ちょっと色味違うでしょ？色味が違うのはわかる？みんな。わかるよね？色味が違うことは。そう。わかるでしょ？そう。まあ、暗いか明るいかみたいな。ピンクが暗いか明るいかみたいな。そういうこと。マジでこういうこと。こっちが明るくてこっちが暗いみたいな、わかる？明るいか暗いか、ピンクが、わかる？ピンクが明るいか暗いかなんですね。絶妙。そう、本当に絶妙な違いなんだけどね。で、私はいたんですけど、ちょっとここ反射しちゃうから、
このリップいただいたんですけど、これもめっちゃ青みピンクなんですよ。青っぽいピンクなんです。そう、これが似合うってことは私ってブルベなのかなみたいなとりあえず一回カラー診断したね。そうなんだよね。ちょっと待って、分かった。じゃあ一回塗ってみせるから、ちょっとさ一旦落ち着こう。よし、いよいよ一旦ね塗ってみせようじゃないか。じゃあ、はい、ということで一旦リップを取りますね。でも別にどっちも似合うんだけどね、私ちなみに。だから分かんないの、自分のベースの色でも。ブルベにもなれるっていうことを証明したいっていう話なんだけど、これ黒っぽい、あ、暗い赤。わかんない気がしてきた。これ暗い赤です。これが暗めの赤、暗めのピンクですね、この色が。で、で次明るいの塗るよ。あ、そう、オレンジ系なんだよね。そう、私だからオレンジ系のリップ買わないから分かんないんだけど、これが明るめの、ちょっと大げさに塗ってるけどあんま分かんないかなこれが明るめのピンク、半分ずつ塗ったらどうだって。確かにそれが正解だった。じゃあ半分ずつ塗ってあげるけど、このリップさすごい優秀だからさ、唇にさ色素ついちゃうんだよね。ちょっとこっち側だけ塗られてる状態で、じゃあ反対側塗ってみる。やばい、なじませ方むず。これ出てなじませるん？これ出てなじませるん？ちょっと色違くない？伝わる？どう？みんな。これ伝わる？この色の違い。どう？どう？結構違くない？どう？どう？わかる？この色味の違い。違うけどって並べたらわかる？じゃあこれの上にこれ重ねてみるね、こっち側に。同じ系統だから。これとかもすっごいさ淡い強い。うん、もうね、待って、私もわかんなくなってきちゃったもうこれ何？わかんない私も。でもさ、この唇、こっちの色の唇とこっちの色の唇、ちょっと色味違うんです。そういうことなんです。もう分かんないだろ、私も分かんないよ、もう。もう分かんない分かんない。さあで、どっちがブルベだっけとか言っていや、そうだよね、そうだよね、私もなんかそう思ったんだ。もうだからやめよう、やめよう、みんなで、みんなでやめよう、これは。もうやめたもうやめよ、こういう話はね間違ってるんだよ。そうそう、でもだから、あのブルベのメイクが似合うようになったよっていう話です。私が、あのこのアイシャドウとかも、もう結構ブルベっぽい青みのピンクなんですね。で、今ほら唇に比べてこっちの方がさピンクっぽいじゃん、なんかわかんないけど。だからそういうことです。だから青みも似合うようになったんだっていうことが言いたかった。そう、それだけなんです、本当に。ただそのオレンジっぽいリップはすごい似合わないのね、私は。あんまり
オレンジっぽいリップを持ってくればよかったんだね私が。どうする、持ってくるよ今から。あるよあそこにオレンジ、めっちゃオレンジっぽいリップ。でもさこのね伝わんないんだよこの画面越しだと、全然全然伝わんないの、オレンジっぽいリップだとね。そういやそうオレンジっぽいリップだったらあれなんですよ、よし持ってこようお願いします。よし待ってろ、持ってきたるわ。もういい、ここまで来たらもうみんなに見せるべきだよね。どれですかオレンジっていうのはさ。あーちょっとごめん、リップがいっぱいあってさ、オレンジっぽいリップがなんだか、どれかなオレンジっぽいリップって、あんまオレンジっぽいリップ持ってないんだやっぱ私は。さ何どれオレンジっぽいリップって、これかな、これとか、これもオレンジっぽいのかな、オレンジっぽいね。いや、おー、ほっぱで。はい。はい、戻ってまいりました。まあだからどちらかというと、まあこれがね、ブルベ用っぽい色味の、ちょっと反射しないでもらいたくて、わかるその気持ち。ブルベっぽい色味用のリップがこういう色。青みがかったメイクが似合う人はこういう色。んでこういう色がオレンジっぽい色の人のリップなんです。さあこれもう今違うでしょみんな、これは伝わるよね、この違いは。どうこの違いは伝わるでしょ、だいぶ。これかこれかよ、色味がだいぶ違くないか、結構違う。パッケージが違うのは許して、いろんなリップのブランドだから。でもこれはオレンジがかってる、だいぶ。そう、これがイエベ用と言われるものです。そう、確かに違う。そう、全然違うんです。ちょっと待って、これ開けられないぞこれ。開いた。いや似合うかなこれ、これマジでわかんないな。なんかあんま分かんなくねこれ。これでもオレンジっぽい気がする、このリップ、これオレンジっぽい気がする、だいぶオレンジっぽくない、これは。ちょっとじゃあこれ半分さ取ろ、じゃあこれ半分取ってさ、半分塗ったらさ、ちょっと違いわかるんじゃない、もしかしたら。これ今オレンジっぽい、こっち側ね。今ちょっとあんま取れてないけど。でじゃあこのピンク塗ってみよう。ピンク塗ったらさ、どう世界変わる。変わった。これ。あ、取れた。ちょっと本当に。ほら、ほら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 。どう？色違くない？だいぶこれ。変わったこれ。あ、しまった。ほら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 、どう？これだいぶ違くない？色味の差わかる？これはわかるでしょ？違い、みんなわかるよね。そう、これがブルベ用かイエベ用かみたいなことなんですよ。一応言うと、これはわかる？みんな。こっちがブルベ、こっちがイエベみたいな。これは分かりやすく違う。だってほら、こっちとこっちとだいぶ肌の雰囲気変わるというか、もうちょっとさ、このオレンジっぽいの塗ればよかったかな。クリオのリップお前何本持ってんだよみたいなね。私もそう思う。もうなんか分かんなくなってきちゃった。ゲシュタルト、ゲシュタルト、唇見すぎてゲシュタルト。あれです。
上がんなくなっちゃった。私も唇に塗りすぎて風とみとさん、何これは。立つ、立つタワー、ありがた口です。立つ、ありがとう。そう、まあ、結局上がんなかったっつってね。そう、私も上がんなくなっちゃったから大丈夫。でもこうやって色味を比べてみたらだいぶさ、このほら上がイエベ用、これがイエベでこれがブルベです。だいぶ違うでしょ、色味が逆転してるというかさ、めっちゃオレンジっぽい赤か青みっぽい赤というかピンクというか、これが色味の違いなんですよっていう。上がイエベですね、はい、上がイエベです上がイエベで下がブルベなんですけど、一応今度ファンクラブにメイク動画あげてみて、色味の違いのメイク動画、あ、それは面白そうだね。それやってみようかな。じゃあそうするね。もうちょっとまた今度メイク動画2個、女2個撮って、今からイエベっぽいメイクしますっていうのと、今からブルベっぽいメイクしますノーマルカメラで、じゃあやるね。半分メイクで、だって半分はだいぶ難しいけどな。それやってみるか、半顔メイクで。じゃあやってみますね、できるとき。はい、それでは終わりにします。こんな長く配信するつもりはマジでなかった。なぜこんなに長く配信してるのでしょうか。リップのせいです。なぜならリップのせいです。あー、かゆい、もう本当に。じゃあこれにて終わりにしたいと思います。おじさんに対抗するからって、別に対抗したわけじゃないんだよ。ただみんなに分かってほしかった、この気持ちをっていうだけなの。おじさんのせいじゃないおじさんから声って痛い、ウォー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 みたいな、やばい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 、ごめんごめん。そう、ちなみに今日は服着てます。そう、今日初詣行ったからね。はい、おじさん何が欲しいのって言ったね。はい、じゃあランキング発表しますか。どれですか、これか。13位じゅんさん、12位しんちゃんさん、間違えちゃった、12位しんちゃん、11位ゆたかさん、10位アンジーさん、9位黒猫もふもふさん、8位メルリーさん、ありがた口です。神セブンいきます。第7位ココちゃん、第6位ローエンさん、第5位バディさん、第4位ホタテさん、ありがた口です。トップ3いきます。第3位豆もやしーさん、ありがた口です。第2位風と海とさん、ありがた口です。はい、そして田口モナカルーム9333分の1を獲得したのはバーン、くまりんさんです。ありがた口です。パチ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 。その他にもギフトを飛ばしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、ありがた口です。ということで、ちょっと長い配信になっちゃったと思うんですけど、まあ今月もいっぱい配信できる限りしたいななんて思ってますので、ぜひぜひまた見てくれたら嬉しいなと思います。それでは今日もありがとうございました。明日までお休みとか、明日からお仕事とかいう方もきっといると思うので、みんなゆっくり休んでください。じゃあおやすみ。